はい、皆さんお晩でございます。捜査でございます。皆さん明けましておめでとうございます。ちょっとね、年末忙しくてなかなか動画撮れなかったんですけども、今日久しぶりに動画を撮ろうと思ってます。さて、ここは、私の実家でございます実家のリビングから、夜中の12時前に、動画を撮っていますが、あれですね、今年もね、いろいろと大変なことは多いかと思いますけれども、1年よろしくお願いいたしますね。さて、元旦の日に、年が変わってすぐかに、原宿で車の暴走がありましたね。あれね、何考えてんのっていうやつだよね。なんかね、歩行者天国のところに軽自動車が突っ込んで何人か跳ねて1人大学生が渋滞になってるっていうやつなんだけどね。まずね、一言言えるのが、人様に迷惑かけんなっていうことはまず言えることだよね。で、その犯行の動機もなんかオウムの死刑囚の執行の報復だなんとかってなんかね、言ってることがわけわかんないよね。おそらく精神状態がちょっとあれなのかなと思うんだけども、この事件でね、ちょっとパッと思い浮かんだのが、何年、10年ぐらい前かな、秋葉原のさ、歩行者天国で無差別の殺傷事件があったでしょ、あれ思い出したの俺、トラックで歩行者天国に突っ込んで、で車が動かなくなったら今度包丁持っていろんな人切りつけるってね。でさ、そういう、なんつうの、これ人様に迷惑をかけるのは以前の問題だよね。人の命なんだと思ってんだっていうね。いろいろね、そういう問題を起こす輩もいる中でね、私もね、ちっちゃいことで問題は起こしてますよ。相方とね、喧嘩したり、相方と喧嘩したり、そればっかりなんだけども、そういうところからもね、なんていうんですかね、自分の、考えの甘さとかを日々認識しつつ、生活してるわけでございますね。そんなわけで、ちょっと今日はね、声張れないんで、ちょっとこの軽めに言いましたけども、まず、人に迷惑をかけちゃいけないよ。で、なんかね、よく、いるんだよね、むしゃくしゃしてるからやったとかなんとかって、人間だから、それ相当にね、むしゃくしゃしてるからなんか当たるとかっていうのはあるけども、それをね、人をね、怪我させるとか殺すとか、そっちの方向に走っちゃダメなのさ。それは煽り運転も同じということを俺は言いたいですね。まずこんな短めの動画ですけども、今年も1年どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。で、近いうちにね、もっと大きなことを言えればいいかなと思って、今年の目標はですね、とりあえずクオリティを上げる、動画のクオリティを上げること。一回ね、なんつうのかな、見てくれてる人は分かってるんだけど、分かってると思うんだけど、謝罪動画を撮って、それを時間をかけて編集して、ボンって出すっていうのね。言ってる動画は、1000とか2000の再生は言ってるんだけども、いかんせんね、そういう時間が今ちょっとないもんだから、こういう一気にクオリティをね、ガンと下げて、尊敬してるスーツ先輩のような動画になってしまいます。真似事みたいになっちゃってるけども、今年の目標はまず一つ動画のクオリティを上げること。ということで、以上で、今日の動画は終わりにしたいと思います。後ろに映ってるのは、ここだね。これ、中学校の時の私ですね。こっちは私の兄ですけども、あまり、兄を映すのはどうかと思いますけども、そんなこんなで、今日の動画はこれに終わりにしたいと思います。カミカミでしたけども皆さん最後までご視聴ありがとうございました。高評価、コメント等よろしくお願いいたします。以上、ソーサでした。ありがとうございました。